チーム付け焼き場が、うん、来てまして、なんか、すごいなんかロビーで騒いでる奴らがいるっつって、うん、裏のスタッフに評判悪かったです。おい、なんで騒いでたんだよ。おい、やめてくれよ。人の現場行って。なんか大沢さんがなんか他の人たちの鼻を荒らしてるっていう、うん、何やってんだよ。倒して回ってるっていう。なんだよ、ビールかなんか飲みながら見てたのか。なんか評判すごい。ああ、それ評判悪くなるよ。なんか鳴り物を鳴らしてたっていう、そのね、ライブ中に。野球の応援じゃねえんだからさ。すごい、ブブゼラかなんか鳴らしてる客がいたっていう。いや、お笑いライブをどういうものだと思って見に来てるんだよ。うん、あるんですよ。ああ、そう、それはよくない、ね。まあ、楽屋に挨拶しに来てくれた人の中で一番、こう、うんうん、社会的地位が下でしたけどね。チームスキヤキバがね。チームスキヤキバが。まあ、そうだろうね。うん、まあまあ、そんなこんなあってね。うん、笠原さんが、ええ。なんか見に来てましたね。見に来ました。初日、だからあれでしょ付け焼き場、そう、二日目でしょ初日のさ、うん。うん、こけら落としに見に来ました。こけら落としっていうか二日で終わるからね。こけら落とし千秋楽。千秋楽の人たちでしょ二日しかないよ。向こう側の、まだ向こう側は。うんうん、その笑いの取り方結構やったよ、誰か。そういうの。そういえば。あ、そう、うん、踏んでた？いや、行きましたよ。実際、どういう流れで見に来る経緯な、うん、みんなで予想してたのよ、打ち上げの時にね。春日はなんで来たんだっていう。なんで来たで、大ちゃんに言われたんじゃねえかっていう説が一番濃厚だったけど。うん、いや、まあ単純に。現場が終わってっていう流れじゃない？そう、だから。この後何なのって大ちゃんと話したら。見に行ける時間がありますけど。どうしますでしょ。どうしますじゃあ行こうかなっていう。うん。そうそう、そうよ。で、あのね、あなたもね。うん。芸歴、長いじゃない。もう13年になりますか？うん。ええー。で、本番始まるギリついて。うん。ね。うん。楽屋口から入ってきたらさ。はいはい。あのぐらいの時間にもう袖に。うん。出演者が待機してるぐらい知ってるじゃないですか。そうだね。何なんすか、本番前袖で。うん。話してたら春日が真横通り過ぎて。本番1分前や。いやあれもね。で、うん、あ、春日さんだって山ちゃんが言ってさ、うん、で俺もあってなってさ、うん、でしたらさ、うん、いやそのまま通り過ぎてくれりゃいいのにさ、うん、見に来ましたよみたいな、うん、春日がいなくて大丈夫ですかみたいな、うん、もう1分前に始めて、いやだからちょオンやめてよと。いやこっちは足りない2人で、俺は足りない2人においてはさ、うん、ボケをやってるからさ。おぼけさんだね。ボケをやってるから、嫌なのよ。うん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 、で、なんか、いやいや、で、山ちゃんはやりとりしてくれてさ、うん、で、春日が出ないと危ないんじゃないですか、みたいな。うん、いやいや、向こう、ちょっと席案内してあげて、つって俺は言ってさ、うんうん、それを見に行って、うん、それで、うん、何なんだよと思って、うん、で、思い返したら、芸人交換日記も本番2分前ぐらいに、お前楽屋裏うろちょろしてるさ。いや、そうなん、やっぱり。大体わかんじゃん、あのぐらいの時間だったらピリついてるっていうの。うんうん、そうね。そうね。うん。うん、うん。だ私もね、びっくらこいたの。うん。うん、バッて出たらさ、うん、もう袖だったからさ。ついてさ、D ちゃんが待ってくれたのよ。うん、楽屋口みたいなとこ、うんうん、で、じゃあもう始まりますんで、つって言ってバーって行ってたら、うん、そこにドンって出ちゃって。私は、うん、その、ね、狙いとしたらさ、うん、その、最後に、こう、楽屋に行って、うん来てました。見てましたよ、ね。そう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 。おー、来てたのかみたいな感じかと思ったら、うん、開始前にもバレちゃうっていうね。そうなっちゃったのよ。いやー、うん、ダメにいるの分かるでしょ。そうな、だから後から考えたら、うん、ちゃんとこうね、うん、用意周到にやってればよかったなと思ってさ、うん、ほんと出番直前だったもんね。お前で、ね。そうなった以上はもうオンでいかないとさ、こっちもさ。いや、お前、あそこはオフでいいや。すみません、なんか本番前に。頑張って、頑張って。って言って、そうです。いや、それもなんかさ、私も面食らってる部分もあるしさ、そこはちょっとね、うん、オフにできなかったんですよ。あれ、どうやって見てるわけ、うん、お笑いライブなんか、お前なんか、なんか、笑い知ってるみたいな感じすげえ出すタイプの芸人じゃん。インタビューとか。だからお前こう足組んでさ、顎に手当て、なるほど、みたいに目で見てんでしょ、人のライブ。いや、全然そんな風には見てないよ。あ、ちょっと伏線張ってるな、うん、張っとるな、みたいな見方で見てる。全然お客さんと同じところで笑ってるし。うん。
全然。なんだったら結構楽しんでる方よ。あ、そう。うん。いや、なんかそういう、その、なんか、いうふうに言う割に、うん、なんか春日さんが楽屋挨拶に来るという情報が俺と山ちゃんに入ったんです、うんうん、はいはいはい。で、なんか、遅いから、うん、あれ、まだ、かす、なんかみんな詰まっちゃってんじゃないの楽屋挨拶になって、うんうん、あ、ちょっと待ってください。うん、で、実は回す、一応 V を回すってことで、かすがさんが、うん、その、いつもの、オンのかすがで、二人に挨拶していいのか、うん、プライベートっぽいかすがで挨拶するのか、どっちかを、総合演出に確認してるって情報が、いや、どっちでもいいわ、と思って。やっぱりその最初に会っちゃってるっていうのもあるしね、うん、その辺も加味して、いや、オンでだから楽屋挨拶に来たのって春日と付け焼き場だけだから、うん、おいおい入れてんじゃないよスイッチを。ええー、うん、あ、そう、うん、もう大沢さんがガンマイク持ってたからね、もうねエコーを聞かしながら完全にオンで挨拶しに来てたから。いや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 、ダメ、いや、もうオンはダメだね。ヨシキも旧シート配ってたもんね。あ、そう。いやー、うん、そう、それでなんか見てやりましたよ、みたいに入ってきてさ。うん。で、もう、白々しかったよ、本当に。オンで入ってくるから。オンですよ、やっぱオンじゃないと。うん。やっぱ、お恥ずかしいってのもあったしね。うん。うん。いや、でも、本当になんか、いろんな人見に来てくれてさ。うん、あ、そう。うん。ミワちゃんが。ああ、ミワくんいたいた。だそれこそあれだよ。私がオンで、うん、その楽屋訪問やった後に、出てったらミワくんが待ってたもん、こうやって。そうでしょ。うん。で、あ、どうも。ミワちゃんに関しては2日間見に来たからね。あ、そうなの？そうそうそう。はあ、暇だね、あの子も。え？いや、その後仕事してんだよ。もう1曲ぐらい作れるだろ、2日あったら。このタイミングで言わなくていいでしょ。ねえ、バカみたいな声してさ。もしかしたらもう足りない二人って曲かけたかもしれない。次出すんじゃない？うん。ねえ。うん。いやいやいや、あ、そう、二日も来てた。で、ベッキーが来てくれてたし。だから、うん、で、あとワンピースの、うん、小田先生が、びっくりした。小田先生、二日目？うん。おい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 、あ、そう。いや、びっくりした。何つながりで？山ちゃん、仲いいんだよね、確かね。うん。へぇー。拝んでみたかったなぁ。びっくりしたね。で、うん、その足りない二人のみんなで流行ってたのが、うん、最初のライブがもう、里光しか、楽屋挨拶来なかったのよ。うん、もう、里光という底辺の芸人のさ。足りない二人の一発目のライブと。もう、里光しかいなかった。もう、本当にもう、底辺芸人。そうだね。からゼロから始まって、うん、そのね、小田先生までよく、いや本当だよ、天と地だよ、うん、ね、ああそれは大したもんだわ、いや本当ですよ、はあそう、うん、うん、でも俺さ俺やってたじゃん、妄想恋愛っていうさ、川澄選手と安藤美希選手の三角関係、ね、三角関係のやつ、あれな、始まりとな、途中がこう繋がるやつだろ。秀逸だったな、あれな。うん。いや、ちょっと、ああいうのに憧れてた。あれ、だから、どうやって考えたのか聞こうと思ってさ。今日はいい機会だから。大したもんだよ、あれ。それで、うん、次の日やったのが、うん、菅野美穂さんで。変えた変えたの。二日で、また時間軸ずらすやつで、で、一応トレーで被せた方が、両日来てる人、楽しめんじゃないかな、みたいなとこもあり。なんだ、二日目も行けばよかったなぁ。お前仕事しろや。ざけんなよ。なんか、おくりさんのわけわからないライブ出ててさ。なんか聞いた聞いた。新宿はロフトか。小冊3だろ。小冊3なんかってあれだけどさ。どういうライブなの？なんか、うん、芸人3人が、こう出て、うんうん、普通に4分間喋るんですよ、うんうん。テーマとかもなく。うん、まあ、フリートークです。んで、お互いその話で笑った人が、笑った分数が多い人が負けで、あっていう感じの。え、それはさ、うん、誰が出てんの、カズガと。私とも、あいつ、クジラ。え？クジラさんと、うん、あと、浜谷と。あと、あれです、男ですよ。ああ、で、4人で出て。男とか、あと、ユンボさんとかね。え、誰が一番笑っちゃってたの？あれ、誰が一番笑っちゃう？まあ、とにかくね、私、本当にもう勝ってやろうと思って、う
笑わなかったの、ね、笑わないつもりで行ったんだけど、対戦が、浜谷と男と春日だったのよ。うんうんうん、もうゲラゲラ笑っちゃってた。会場で一番笑っちゃうぐらい私。一番好きな芸人だよ、すもんね。そうよ、男のもうさ、発する言葉。男はさ、どうなの、うん、お客さんにもやっぱ受けてんの、お客さん受け入れられてたね。ああ。あの、もう、おどおどみたいな感じよ、だから。男って売れんのかな、男売れんじゃないか。あ、売れるの、だって私がさ、その、なんか、今日何の手段で来たんだみたいな話して、うんうん、あの、浜谷がなんだっけ、なんか言って、男が、例のコンドルに、頭をこう掴まれながら、飛んできたみたいなこと言って、うん。でもさ、ちょ、毎、うん、あの、男が毎回現場にどうやって来たって言うと、必ずコンドルに頭を掴まれて。だからそれもあったし、またマグマも出たし、クマと戦うもあったしさ、その男、それが、男のね、言わすと、うん、そのマグマとかクマとかコンドルっていうのが、男の季語なんだって。三つ四つあるらしい、男の季語っていうのが。それを繰り出されてさ。竹田リーノ、うん。竹田リーノ山口。竹田リーノ山口って知ってんのかね、リスナーで。いや、男って言っちゃうからさ、俺たち、ね、あだ名じゃんだって。うん。男は面白かったなぁ。あ、そう。ゲラゲラ笑っちゃって。うん。うん、4分丸々笑うぐらい。もう3分何秒笑ってたからね。ああ、そういうライブに出てたの、2日目はあなたのね。ああ、そうだったの。2日目は。いや、うん、でもさ、あの、俺ほら、うん、足りない二人でさ、あの、ラップを歌ったじゃない。だってさ、盛り上がってたね、あれ。で、あれです、うん、ラップ歌って、うん、まあ、小屋がでかいっていうことの縛りって強いんだよね、うん、やっぱり。ほうほうほう。だから、こう、うんうんうん、小屋がでかいってことに、やっぱ寄ってかなきゃいけないっていうのがあるんだなってすごい思って。で、俺、ダイナマイト関西で何回かサンプラザって出たことあったから、うんうん、あんま気にしてなかったの。なんか、別に大喜利やりにくかったっていうのもなかったし、うん、なるほどね。普通に、あの、同じタイミングなんだなと思ってたら、やっぱ、200とかのキャバとはやっぱ違うから、歌歌おうってなって。で、歌歌っちゃって、で、お客さんの楽屋訪問ツアーっていうのがあって、なんか選ばれた10人が楽屋でしゃ、なんか、俺と山ちゃんと喋るみたいな。へぇー。なんかもう足りない二人じゃないんだよね、もうね。やってること。結構だ。結構なサービスだよね。結構なサービスで、結構こう若くて、うん、ちょっとかっこいいタイプの芸人がやることじゃん。まあ、歌で、ね、歌で入るなんてもう、ね、一番許しちゃいけないことだったね、俺、オードリーとしては。まあ、あんま発想にはないですよね。そうそうそう。うん、で、俺さ、やっぱさ、年取るとさ、うん、年取るとさ、なんかわかんなくなってくるじゃん。例えばね、うん、あの、こういうやつは許せないっていうことを、うん、漫才の中でもあったと思うけど、Facebook で集まるとかさ、はいはいはい。なんかさ、年取るとさ、うん、そういう人、人もいるよねってなってくるっていうかさ、別にいいじゃんっていうか。まあ、そうね。うん。うん。で、それがなんか極端にこの半年ぐらいあって、うんうん、おもうなんか全然ノート開いても思いつかなかったね。こういうやつは気に食わないってことを考えてたら。許せちゃうから。そう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 。あで、女の子でもこういう子はダメだとか、こういう子はいいとかもなんかもう、うん、おじさんだから、うん、そのなんか頑張ってる、うん、バイト頑張ってる子を見たとかだけでもなんか泣きそうになってきちゃうからさ、最近も。あもうおじさんだね。もう足りないとかじゃなくなってきちゃってんだよね。なるほどね。うん。で、歌うし、みたいになってるし。足りないってことに自分から寄ってくって経験が初めてだったね。うん、なるほどね。今回が。うん。はぁ、それで窮屈な思いしていたのに。そうそう、だから、やっぱりその、その、あれが許せない、うんうんうん。ああいうこと考えるやつが許せない、うんうん。でも逆だよね、うん。逆になっちゃってるよね、もう。その視野が狭いやつが許せないってなっちゃってるから、いいじゃん、別にバーベキューやってもって思っちゃってる自分を持ってくのが大変だったから。あうん、なるほどな、うん。ちょっとだからそういう出来事から、ちょっと年齢も重ねて、ちょっと離れ、身近じゃなくなってきて許せちゃうんでしょうね。周りがやってたらなんだこいつっていうね。距離が近いから。でも、どっこい、なんかやっぱりちょっと、うん、ちょっと、身に染みて思うことがあって、ええ、あんま言っちゃいけない話かもしれないけど、楽屋にいた時に、うん、なんかお客さん若いですっていう情報がすごい入ってきてて、うん、あの会場して、うん。で、開演して、うん、自分が舞台立った時に、うん若い子も多かったんだけど、うん、若いと聞いてた割に結構おばさんだなって思った瞬間に、うん、それが言いたくてしょうがなくなっちゃったのよ、オープニングで。なるほど。
あの、若いって聞いてたんですけど、意外と結構年齢層高いっすねっていうワードがボンって浮かんで、うん、でも怒られると思ったから、やめたの、うん。でも言っといてもよかったかなーと思って、うん、終わった後、うん、あの、安島さんと山ちゃんがいるとこで、いや、意外と若いって聞いてたあれに、年齢層高かってって言いそうになったんですけど、なんか、一応やめたんすよって言ったら、当たり前だよって言って二人に怒られて。そんなにそうそう。そんな怒られるもんな。ダメだよ、そんなこと言っちゃう。あ、そう、あ、そうなのって思って。ああ、そう。言っちゃダメなのかなと思って。まあね、うん、あえて言うようなことではないんでしょ。いくらのチケットがあってさ、どんな遠くから来てると思ってんだって言われて。まあそう言われてみればそうだね。ね、楽しみでバーって出てきたと思ったらいきなりおばさんって言われるわけでしょ。うん、それはね、あんま良くないかもね。そうそう。うん。で、俺マジで、その、二日目なんかは、タオルをこう回してたじゃない、うん、はいはい、歌歌ってる時。タオル回しながら客席降りちゃってさ。あ、そう、うん。みんなで回してさ、どこが足りない二人なんだろうなって終わってから、ちょっと反省したんだけど。でもあれやっぱ、ラジオでちょっとたまになんか、言い過ぎたりするもんだから、うん、ええ、客席降りてタオル、回してる時に、この背中からの不意の攻撃に備える自分がいるね、やっぱり。急に、ドーンって殴られるかもしれないと。うん、もし背中にからドーンとやられたら、うん、体格によっちゃ、うん、応戦するし、うん、自分より10センチ以上身長が高かったら逃げるってこう決める俺がどっかにいるよね。いや、応戦したらいかんでしょ。オープニングでてめえで降りてって客と喧嘩するってさ。いや、じゃ背中に感じたら、よ、強い衝撃。いや、そうだとしても、強い衝撃でも、いててててててって、そう、済まさないとダメでしょ、そこ。まあ、いや、でも、後頭部をさ、うん、いきなり練り上げされたらさ、身長によっちゃやっぱり応戦っていうか、そのやっぱりなんつうの、その、三角締めぐらいの感じよ。しばらく時間稼いでみんなが来るの待つぐらいの感じはさ、なるほどね。考えるじゃん。いやでも、ね、わーっとタオルこう振ってさ、うん、降りてきたやつが客に練り上げされたらすげえウケると思うんだよね。どうっすって。いやー、そう。うん。いやでもね、ええ、山ちゃんのラジオもね、うん、まあ俺毎週聞いてて、はいはいはい、足りない二人の話してるんだけど、初日さ、春日さん見に来てくれってさ、うん、その初日のさ、うん、あの後に、うん、4人、俺と、うん、山ちゃんと里光と安島さんで反省会しようってことになったのよ。なるほどなるほど。初日の悪かったところ二日目にどう思っていくかと。うんうんうん、で、うん、言って、うん、で、ちょっと、いつも4人で行くカフェがあって、うんはいはい、そこ行こうかってなって、うん、で、俺車だったから、うん、じゃ車で4人で乗ってきましょうかみたいな。あ、まあ乗れるもんね。そう、感じだったら、うん、ちょっと。俺、里光組、山ちゃん、安島組に分かれるみたいな感じを、すごく空気出してきて、なんだろうなぁと思って、で、実際、着いて、で、なんか、なんかね、山ちゃんがね、うん、明日のジョーのなんか最後のページ、灰になってるっていうか、なんか、うん、10年付き合ってきた彼女に振られたみたいな表情で、うん、で、俺、疲れてんのかなぁって思ってたのよ。うん、で、疲れてんのかなと思ってて、うん、で、スッキリもあるし、早めに終わんなきゃなって。なるほどね。で、飯食いながら、ちょっと話す、和気あいあいと話す感じだと思ってたもんで、うん、俺、うんうんうん。でもなんかちょっと、なんか頼んでる感じじゃないのよ、山ちゃんが。なんか。ほう。だから、安島さんだけが、ジャンバラヤかなんか頼んでて、なんかちょっと山ちゃん超元気なくて。ほう。それで、どうし、疲れてんのかなって思ってたの、俺はずっと。したら、ラジオ聞いたら、初日で、なんか俺に、なんか笑いの量で、乾杯してたみたいなことなんか話してて、それが自分的になんかすごく耐えられなくて、呆然自失になっちゃってたんだって。あ、そう。全然そんな風に見えなかったでしょ、ライブ。全然そんなことないよ。で、俺は、毎回、もう山ちゃんには、もう逆立ちしても勝てないって、もう最初のライブから思ってて。実際もう、やっぱりね、うん、天才なのよ。うん、打ち合わせしてても、うん、これのこの返しってどうしますっていう話になったら、もう、ドゥワーって出すから。へー。で、それもハマるし、で、もう全部任しちゃってんの、山ちゃんに。企画の趣旨説明とか、笑い取りながら説明したりする。ああ、全部やってた。あの人、得意じゃん、あの人。やってた、やってた。で、もう任しちゃって、うん。ぼーっとしてたりするんだよ、俺、その時間。
お、まあ、やることないからね。やることないっていうか、まあまあ、お客さんにも入るし。はいはいはい、はい。ね、だからね、うん、でさ、あの、耳ってさ、不思議でさ、うん、お笑い芸人さんのさ、全然受けてねえのにさ、ネタさ、うん、楽屋帰ってきてさ、いやー、受けたわっていう人いるじゃん。いるね。受けてない、受けてねえだろっていうボケじゃなくてね。うん、そう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 。うん、でさ、耳の音量で、これぐらいで受けた。うん、この受け、笑い声じゃ受けてないっていう判断するつまみがみんな違うじゃない。その山ちゃんのつまみが、高すぎるんだよね。もうそうだね、その話聞く限り、全然受けてたもんね。うん、全然面白かったでしょ、山ちゃん。面白かったよ。で、俺はもう毎回負けてると思ってんだよ。それはもうしょうがないと思ってんだけど、うん、で、めっちゃ凹んで若林くん、10-0 で負けてるみたいなことラジオで喋ってて。で、つまみがおかしいから、たまに俺と味間さんがすごい笑うことがあるんだけど、山ちゃんが言ったことで全然受けてんのに、まあね、お客さんポカーンですけど、みたいなこと言うときがあって、いや、でお客様も面白くて笑ってる、面白いんだけど、みたいになるときが、つまみがすごい爆笑にしか合ってないから。はあ、そう。いや、だからその天才ゆえのやつなんだろうね、あれ。大変だね、じゃあね。でもやっぱ、なんかさ、接しててさ、確かにさ、あんなにさ、センスのあるワードで拾える人いなくない？うんうん、あんまりいないよな。うんうん、で、嫌なんだろうな、そう言われるのな。で、あの、山ちゃんのファンがすごいので、ファンもそれ、天才と知りつつ、そうやって言うのは山ちゃんにとってマイナスになるって知ってるから、うんうん、言わなかったりする。すごい、なんかこう、有能集団みたいになってるんだよね。まあそうね。うん。うん、いや、だからやっぱストイック、受ける人の特性だろうな。うん、まあ、どっかでまあいいやと思っちゃうとこあんじゃん。基準が上がっていっちゃうんだな、どんどん。すごいな。ああ、で、どう二日目はそれ踏まえて。二日目で、で、相変わらず、あの人がね、なんかそれも、ちょっとこう、今日はやんなきゃっていう、精神状態よ。で、朝スッキリやってて、まあそのまま行っちゃ本当はいけないんだけど、スッキリの見守りやって、で、ラジオやって、現場来て、で、打ち上げで話したけど、で、焦ってたんだって、あれがだな。あれがでこうだなっていうの。で、時間があと何分しかないみたいな時に、俺が楽屋で、机に足上げながら、教育論を語ってたんだって。どういう時間なんだよ、それ。おいおいおい。え？正規末が止めなきゃダメだろ、そんなの。ていうか、その話を正規末としてたから、教育論が。何やってんだよ。こういう、自然にできることできない子がいて、みたいな話は俺がしてんの。なんでその流れになったんだ、ライブ前に。したら、それに山ちゃん超ムカついてたらしくて。あいつ、いつ緊張すんの？おるなと思ってたらしくて。なるほどね。そうそうそう。それ打ち上げで話してゲラゲラ笑ってたんだけど。でもじゃあもう、だったらもう初日よりも二日目の方が受けたってことですか？いや、俺は初日も二日目も山ちゃんすごかったと思うんだけど。初日まで相当受けてたからね。それ以上って言うとよっぽどだよ。でも、打ち上げで、春日が見に来たって話をなんかみんなで笑いながらしてた時に、ボソって言ってたね。なんて。いやでも、なんか、酔っ払ったから言ったんだけど、いやでも、正直、羨ましい部分もあるよ、つって。しずちゃん見に来てほしいもんね、つって。酔ってるね。山田さん酔ってるね。うん、ね。いや、なんかさ、もう2歳、3歳若かったらさ、見に来てんじゃねえよとか、お前に見られんのが嫌だっていうやり合いもあんだけど、もう年じゃん。だからさ、なんかよく来てくれたねってことが面白くなっちゃってんじゃん、もう。逆にね。もう年だから。うん、多分、山ちゃん、まあ、男女ってもあるけど、しずちゃんもね、ぜひ見に行ってあげてもっていう話もあるよな。まあ、そうね。まあ、スケジュールとかもあるまあ、もちろん仕事が入ってたんでしょうけどね。いや、なんか、ポソって言ってましたよ。なるほどね。でも反省してたね、打ち上げでも。なんか悪いとこしか話さないもん、打ち上げ。ああ、そう。あそこが受けたとかあんま言わないもんね。はえ。大変だね、じゃあね、一回一回ね。そんなの。受けたっていうとこしか話さないけどね。私なんかは。まあね。ライブとかでね。まあでもだからそれも行き過ぎちゃうとね、お前みたいなやつになっちゃうから、ね。難しい、バランスだな。今、春日ほどスタジオで滑ってる人いないよ。
1位。いや、俺一番滑ってると思うよ、春日が。あ、そう？うん、おう。そんな自覚ないんだけどね。でもほら、編集されるからさ、あれだけど、うん、なんか小島くんとかさ、うん、同じ LINE の人、うん、いるじゃない、うん、ああいう芸風が。はいはいはい。カスは一番滑ってるね、やっぱりね。あ、そう。俺はもうフェアに見て。なるほど。うん。うん。だから助かってる、ね。で、逆に、うん、俺すごいと思って。うん、いろいろ助けられて編集とかでね。なんか、ザキヤマさんが日曜芸人のロケバスで話してて面白かったんだけど、うん、春日くんだけがし、あの、ああいうの芸風でしないことがあるって言ってて、ほうほう、なんすかって言ったら、うん、あの、事故った後、うん、あれこれ、俺のせいですかねとか、すなでなんか自分で言ってて意味わかんなくなっちゃいましたって、自分で、うんうん、自分の事故を回収しないっつって、ボガーンって事故ったまま、車から出てきて、仁王立ちしてるっつって。いや、そうすると、こっちがさ、もう出動しなきゃいけないじゃん、つって。なんか、みんな街みたいな感じじゃん、つって。あれ、あの子だけだよね、つって言う。確かにそうだな。警察にも、ジャグにも電話しないで、発煙筒も焚かないで、ね、事故ったら仁王立ちしてるだけだから。確かに。うん。ザキヤマさんに出動してもらってこと多いね。全然エアバッグ出てんのにさ。ジャフから来るからね。どうしました？そうね。連絡しなきゃダメだな。ねえ。といった具合でね、まあ夏休みももうすぐ終わるので、学生さんなんかはね、悔いのない、充実した夏休みを過ごしてほしいななんて、若林思ってます。ちょっとおっさん遅かったね。ね、ごめんじゃないよ。マースだけが。ということで行きましょう、うん、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は愛の大学、京都外国語大学、明治、創価大学以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。